今日は広報でたびたび掲載されている食育や朝ごはんについて職員の方に聞いてみたいと思います。こんにちは。こんにちは。吉田高校放送部です。食育と朝ごはんのことについて教えてください。はい、わかりました。食育とはどのようなものですか？食育とはいろいろな経験を通して食に関する知識や食を自ら選んで食べる力を育むことです。市では食育を推進するための計画を作り、朝ごはんで目指そう健康笑顔日本一富士吉田、これをスローガンに活動しています。その計画の一つに朝ごはんキャンペーン事業があり、朝ごはんを食べることの大切さやバランスの良い食事について普及する取り組みを行っています。どんな取り組みをしていますか？各保育園で料理教室を開いたり、ちゃんと食べよう体操という体操の歌があるのですが、それを保育園の園児に毎年市民夏祭りで踊ってもらったり、スーパーマーケットで歌を流してもらっています。また市のホームページや Facebook でも食育の情報を発信しているので、皆さんに見ていただきたいです。朝ごはんを食べる大切さを教えてください。第1には1日の活力になります。また朝ごはんを毎日食べる人は早寝早起きなど良い生活リズムが作れ、健康、学力、体力にも良い影響があるという研究結果もあります。皆さんは毎日朝ごはんを食べていますか？時間がないのでなかなか食べないです。市で行ったアンケートでは朝ごはんを食べていない高校生が約 20% いました。ぜひ毎日朝ごはんを食べるようにしてください。はい。それから朝ごはんに限らずですが、バランスの良い食事をとることも大切です。皆さんもコンビニなどでご飯を買って食べることもあると思いますが、おにぎりには野菜や乳製品を、丼物には野菜をプラスするなど、バランスよく食べてもらいたいです。市では食生活改善推進員さんに協力していただき、毎月広報誌の裏表紙に朝ごはんのレシピを紹介していますので、参考にしてみてください。はい、わかりました。それから食生活改善推進員さんとはどのような方ですか？私たちの健康は私たちの手で、これをスローガンに全国の市町村にある食に関するボランティア団体です。養成講習を受講した方になっていただいており、現在市内には186名の方が活躍しています。実は今日来ていただいているので、簡単に作れる朝ごはんを一緒に作ってみましょう。皆さんもこれから進学や就職などで一人暮らしをすることがあるかもしれないので、そんな時にも役立ったりしますよ。はい、よろしくお願いします。こちらが食生活改善推進員の皆さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は何を作りますか？はい、ハムとチーズのロールパンを作りたいと思います。お願いいたします。それでは作り方を教えてください。はい、まずラップを敷いて、その上に、パンを乗せて、チーズを乗せて、ハムを乗せて、レタスを乗せて、それをラップのまま巻いていきます。はい、完成しました。それでは試食してみたいと思います。皆さんはこう朝スープとか飲みますか？なかなか飲まないですね。できれば結構のようなものにはカップスープみたいなものに冷凍の野菜でいいですから、ゆで野菜をち
ょっと入れて簡単なスープを作って食べていただくと朝本当にそれだけ食べておくと本当に一日元気にいろいろ動けると思いますので、おすすめですね、はい、今日は来てみていかがでしたか？はい、今日は自分の体を作っている朝ごはんの大切さについて知りました。普段食べていない同年代の子にも少しでも今日知ったことを広めていければと思います。まほちゃんはどうでしたか？少ない材料で簡単に作れてしまうので明日から実際に作って食べていきたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。これってなんずら富士吉田、来月もお楽しみに。